上はない最高のカードであり、最高に燃えられる対戦相手だと思う。この戦いに余計な言葉は一切いらない。7月18日、そのままの自分でまっすぐに小橋選手と対峙したい。コメントは試合後に出したいと思う。ついに迎えた宿命の 7.18 東京ドーム。いざ剛腕対決へ。ドアのドームに現れた佐々木健介。皆さんのプロレスの記憶、その歴史の年表を5年前の夏に巻き戻してください。2000年の夏、小橋は自らが束ね、権威を誇っていた3本のベルトを手放し、箱舟に乗り込みました。その時を同じくして、もう一つの黄金が宿ったベルトを持っていたのが、この佐々木健介でありました。あの夏は実現するはずもなかった2人の激突。5年間という月日が流れ、ついに宿命の初対戦を迎えました。言葉はいらない。己の右腕だけを引っ提げて、箱舟に健介現れた。おお、変えた。小橋がテーマを変えました。佐々木健介戦に挑みます。小橋健太入場。世紀の剛腕対決、今実現します。6万2000、超満員の東京ドーム、小橋コール。そのドームを見つめた小橋健太、グランドスモードで入ってきた。そういえばこの曲は2003年の 3.1 日本武道館三沢戦、あれ以来封印していました。ブレイズインからかつての入場テーマ、グランドスロードに戻して入場。あの試合 3.1、 三沢から GHC を奪い第6代の王者になりました。 3.1 は絶対王者が誕生した日でもあります。その原点に戻ろうというのか、小橋健太。宿命の一戦、剛腕対決、リングの中には佐々木健介。どちらの腕が強いのか、これまで決して交わることがなかった両雄。さあ、健介のいるリングに今小橋健太、グランドスロードで入ってきた。絶対王者の原点に変える一大決戦、グランドスロード。一本勝負を行います。裏コーナー250ポイント佐々木健介。言葉はいらない。この剛腕がうなりを上げる佐々木健介。裏コーナー270ポイント小橋健太。伝家の宝刀、この剛腕こそがグランドスロード、小橋健太。宿命の剛腕対決実現、小橋健介です。さあ、高山さん、高山さんはどこに注目していますか。いや、まずお前の声が裏返ったところに注目したよ。高山さんご自身のその注目点どこでしょう、試合の中では。試合よりもコスチュームが面白かったね。健介、いや健介じゃない、小橋だよ。虫キングの悪者博士みたいだったじゃんか。新たな決意を胸に今リングに上がりました。両雄、剛腕頂上対決実現。6万2000、東京ドーム。これまで一切コメントを出してこなかった佐々木健介、小橋健太対佐々木健介。あの日本武道館の電光掲示板で発表された時、ファンの声が全てを物語っていました。両雄の激突、どちらが強いのか。バックドロップ、いきなりのバックドロップ。いいね、仕掛けましたね。俺が求めたこれだよ。もう最初から終わらす、その勢いで、はあ、もう手探り状態なし。予想では両雄ともコメントを控えておりまして、剛腕対決にこだわるんじゃないか、そんな見方もありましたが、いきなり放っていきました。
いいことだよ。別にラリアットやんなくてもいいんだもん。もう一発で倒すっていうね、このキャグがあればいいんだよ。さあ来た逆水平チョップ。まずは剛腕同士の逆水平チョップ。拳が引いた、バックドロップ。バックドロップにはバックドロップ、ラリアット先に出したのはケンスケ。どよめいている6万2000超満員東京ドーム。これで終わってもいいんじゃない、もうこれで終わっても。今バックドロップの打ち合いがありました。先にラリアットを出したのがご覧のスーパースローでご覧いただきましょう。ケンスケ、高山さん、はい、高山さんは去年この両雄と死闘を演じました、うん、両者のタイプの、まあ、共通点であったり違い、どんなものがありますか。共通点は共に一直線、はい、パワーファイター。違うところは何だろうね。嫁がいるといないぐらいじゃないか。なるほど。プロレスと結婚した男とプロレスラーと結婚した男の対決。さあ再びリングに上がってきた。このリングで決着をつける。どちらが強いのか。さあ手が合う。力比べになるのか。おい小橋、声をかけた健介。小橋応じた。来いぞ東京は。さあどうだ。どちらの力が強いのか、まもなく分かります。うなりを上げる剛腕。苦しい表情は小橋だ。小橋が苦しい表情。体勢を上げて直す。鬼の形相の小橋が今度は体勢を上にして力を込めていく。やっぱこういう攻防は2人に合うよね。見応えありますね。俺はさ、この2人にこういう攻防嫌いだけど、付き合わされたから嫌だったんだよ。嫌だというのはどういうことですか。こういうの嫌なんだよね、こういう熱苦しい攻防は。熱い2人のパワーが今ぶつかりました。その見つめる先に小橋がいます。先ほどラリアットを出したのは健介でした。逆水平の打ち合いだけにこだわりませんでしたね、うん、やっぱその辺はね、もうお互いトップレスラーだからさ、そればっかりじゃないとこ出さなくちゃいけないし、逆水平の打ち合いにバックドロップの打ち合い、押し込んでいった小橋です。膝を当てていく。逆水平胸を前に来た。中心君、そこから首を捉えて、あれから1年、東京ドームで落とした。ギロチン式のチョップ。お小橋がロープに走って、おジャンプして落としていった。振り下ろした。ちょうど1年前の東京ドーム秋山戦で出した技でした。一転して締め技、顔面締めを持ってきました。ケンスケの顔面を締めていく。剛腕が巻きついている小橋健太です。決まり具合いかがでしょうか高山さん。これはねちょっとずれてるね。これはもう小橋健太のテクニックのなさが分かっちゃうところなんだけど。どのあたりですか。力任せなんだよ。ひねる方向は逆だよこれ。じゃあ逆にその方になればさらなる力になるわけですね。こっちの足でフックしてるから左で、はい、逆に持っていかないとねじ切れないんだよね。それをこの上腕だけの力でねじ切ろうとしている映像であります。本当バカ力って感じで、ね、そしてその小橋が健介をエプロンサイド。不穏な空気です。不穏な空気だ。何を持ってくる。首が出ている状況。まさか狙いを定めた。あーキロチン首を狙った。なおも行くエプロンサイド。自らの手刀を戻していった。重力も加速してこの健介の首めがけていきました。えぐいよね小橋健太。王座から落ちたらえぐさが増したね。なんか王座らしい戦いっていうのは彼の中に理想があったのかもしれない、それがなくなってタグが外れて、それに残酷なものが出てきたかもしれないね。絶対王者から陥落しました。それからこの小橋、鬼の小橋になってきた。さあリング下に健介がいる。それを狙った。小橋狙った。クランチャ観光。今肘あたりも行きましたね、ちょうど顔面のあたり。あとさ頭の上から乗っかってきたじゃない、はいはい、結構首がグギってずれたりとかしちゃ危ないんだよね。スーパースローです。ああ覆いかぶさるようにそうクランチャ観光。
上からこう首がぐしゃりという、そうそうそう、だパイルドライバーと同じようになっちゃうから、そう、おー、それを、それを気をつけないと、技で出してきました。果敢に攻めているのが小橋です。さあ一つチョップを放ってスリーパーの体勢、どう応じるか健介。試合前すべてのコメントを拒否しました佐々木健介。この試合に言葉はいらない、このリングですべてを見せると語っていました。大津月ヘッドボット、あ、そして逆水平とラリアットだ。左腕が巻きついている、右手の逆水平、そしてニュートラルコーナー、コーナーのトップからその高さからいくか、いったー、なだらしきフランケンシュタイナー、小橋転落。技のバリエーションをさらに広げている佐々木健介です。さあそして今度は青コーナー、コーナーのトップに立とうとしている小橋がまだ立てない状況、今度は青コーナーのトップからいった、ラリアットか、ラリアットだね今ね、コーナーの最上段からのラリアットを出してきました。先ほどまでは防戦一方だった健介、一転して攻めに転じています。放送席前に小橋が落ちました、それを見た健介が青コーナーのトップに上がっている、そこから行くか、場外に観光するか、小橋が気づくか、コーナーのトップだ、健介が中に舞いった、放送席前果敢に空中戦を仕掛けている佐々木健介、畳みかけてるよね、いいですね、もう休む暇を与えません。あの空中技というのは一か八かというものがあると思いますが、あえてそれを出してきました。だからここは勝負どころだと思ったから、うん、試合時間に関してお聞きしますが、長くなるとどっちが有利ですか。いや今ねすごいハイペースで攻めてるじゃない、健介が、これでしのがれたら小橋がちょっと盛り返しちゃうかもしれないね。盛り返すタイミングを与えず健介が一気に畳みかけることができるか、ツーカウント小橋です。高山さんはこの両雄のラリアットを食らったことがもちろんありますけれども、ラリアットについては何か2人の違いはありますか。そう、微妙な差だけどね、やっぱ健介はやっぱ背が低いんで下からかち上げるようなアッパーカット食らったようになるんだよね、はい、そうすると顎でまず衝撃を受けて、そのまま頭を打ちつけるんだよ、マット。それが二重の攻撃で厳しいもの。カウント1です。一方小橋のラリアットは、小橋はもう本当に腕をぶん回して、振り切ってホームランぶっ放す感じでね、それこそ首を脱いでいく感じで、まあ、それぞれ個性はあるけど、はい、結果的には食らったものがたまらないと同じ状況になるけど、今顔色が変わりました小橋。さあ正規の剛腕対決、豪華すぎる逆水平の打ち合いだ、汗がミストになって飛んでいる。さあ打ち合いが始まった、エンジンかかった、豪華線に火がついた、いつまでもいつまでも打ち合ってほしい、両雄引きません、こだわっています。剛腕から繰り出される逆水平、2000が見守る中で逆水平の打ち合いだ、引きません、小橋の胸も真っ赤になってきた、意地ですね、やるね、一歩下がったか、小橋が下がったか、やばしていく、ミミズバレ状態、もう胸の肉が切れそうだ、まだ引かない、健介も打っていく、小橋もこだわる、コメントを一切出さなかった、全てはこれが俺の答えだ、逆水平まだ続いている、小橋と健介の通行でのチョップの打ち合い、胸めがけた、健介の胸はどうなっている、真っ赤だ、引いた、健介引いた、追い込まれた、そこに来てマシンガンチョップ連発、さらにいく、いや、ハイウェル変えた、今度は健介タイム、
滑るねこれ、何かこの2人に何かが乗り移っています。色がすごい変色してるよ、紫になってきて、ああ本当だ、健介の胸が変色している、入れ替えた、小橋も紫になってる、本当だ、紫、そして腫れ上がってくる、これでもか、これが剛腕だ、どう応じるか、まだ打つ、今からテレビをつけた方、これは剛腕の対決です、逆水平の打ち合いです、引きません、諦めません、こだわっています、 MVP かベストバウトか、剛腕頂上決戦、胸で受ける、手を上げる、6万2000がもう2人のこの技の攻防、意地の張り合い、もう喧嘩ですね、これはもうすごいね、喧嘩っていうかさ、お祭りみたいだよね、お祭り、逆水平チョップ祭り、これさ、日テレはさ、スタッフ数えるべきだよ、何回打ったかって、あーカウンターで、うん、さあどうだ、それに動じる、いやまだ行く、放送の時はここに出してほしいよね、そうですね、カウンター入れることができれば入れたいと思います、頑張ってください日テレさん、まだ行きます、そんな話をしていても2人はまだ同じ技、意地と意地の攻防、右手と右手、剛腕というのは国語辞典の大辞典を引きますと腕っぷしの強いことだそうです、頭をつけた、剛腕対決は分かりやすく言えばどっちの腕が強いのか、顔色も変わってきた、バックスイングからの逆水平、佐々木健介どう応じるか、歯を食いしばった、うん、2連発返す、あー拳が勝ったか、両雄大の字、観衆6万2000超満員、最後の一発はちょっと喉元打ってたよね、喉元、うん、あーポイントを今拳が出血してるよ、さあ今の最後の一撃、あーやや小さぎり、物語に入りました。一体何分間この2人は打ち合ったんでしょう。胸を真っ赤にして、苦しい表情、汗びっしょり。狙った、やっぱパワースラム。切り替えた。健介、これがあるんだよね。切り替えました。胸の痛み、ああ腫れ上がっています。赤いというよりドス黒くなってます、あんだけチョップ食らったらさ、筋断裂も起こしかねないよね、筋断裂、うん、武道館では天竜選手が胸から流血ありました、さあコーナーのトップ、あジャンプしてヘッド、そしてニュートラルコーナー、仕掛けたのは健介、切り替えるか小橋、ブレーンバスター、やや横にスライドした、ラリアットハーフテルソー、潰れた、頭からいった、ハーフネルソン頭から垂直落下、佐々木健介、15分が経過しました、出血してきた、さっきのシリーズで試合中傷を負った、そこから流血、さあ狙うか、世紀の剛腕対決、いやハーフネルソンだ、2発目ぶっこ抜いた、投げ込んだ、立ち上がった小橋か、勝つのは小橋か、健介エスケープ、エプロンサイド、今大きな流れが来てますね、トップロープ越しの、おお危ない、そこから行くか、ブレンバスターの打ち合いだ、ノーザン行くか、まさかそんなことをしていいのか、小橋が返す、切り替えて、けさぎり、首を狙った、
エプロンからノーザンを放とうとしました佐々木健介。小橋が追っていきます。頭を掴んだ。おお、エプロンの上から健介の首に後頭部に、あ、そこからエプロンサイドからノーザンライトカバー飛ばします。逆さま隙を突かれた小橋、見事な切り返し佐々木健介。スーパースローエプロンから抱え上げてノーザンライトボム。健介は動けます。小橋は呼吸はしています。場外での攻防、健介は無理せずに、エプロンからノーザンが打てなかったら見事切り替えましたね。場外カウントが数えられています。20でリング、あー、これは北斗晶、この会場で見つめている北斗晶、今日は鬼嫁ではありません。一家の主の課長の戦い、健介が先に戻った、健介は先に戻った、戦場に戻った。小橋が戻れるか、13まで来ている。垂直に落とされました。ノーザンライトボム場外で食らいました。15、ああまさか、ああまさか、健介は戻れと言っている。剛腕対決をしようじゃないか。危なかったね、あれで上がってこなかった、どっちだけだよ本当に。危ないところでした。戻りはしましたが、ご覧の状況です。剛腕対決、どちらの腕の力が強いのか、頭を持って引きずり起こそうという佐々木健介。さあ、これは転げのオプション、いや、フルネーソンに持っていこうとしている健介。腕を伸ばす、小橋の右腕を取った、タイガーを狙っている。命綱が遠くなる、腕を伸ばした、届くか届くか、届かない、タイガースープレックス、ホールドしている小橋、ピンチ、ツーカウント。ハーフネルソンのお返し、タイガースープレックス。惜しかったね、ホールドが外れちゃったからね今ね。ああ、なるほど。さあ決めるか、健介が強いのか。ランニングしてラリアット、顔面を叩きつけた健介、ラリアット沈みません。自らの剛腕をぶち当てました。男と男のぶつかり合い、腕と腕、意地と意地、6万2000の大歓声。引きずり起こす、無理やり引きずり起こす。さあどうする、健介が仕留めるか、小橋を破るか。抱え上げて落としていく、いや巻き込んだ、小橋が巻き込んだ、ラリアット出た、小橋も出した、ショートレンジ、いいタイミングで入りました。こういう使い方がうまいんだよね小橋はね、起き上がってドンピシャリのタイミングで、今度は小橋が剛腕ラリアット、顔をそぐような感じだよ、顔面をそがれた感じだよね。なぜか立ち上がる、膝逆一本、逆一本だよ。腕を取る、さあ腕を取る、来た、腕と肩と首、ストラングルホールド、腕をしっかりロックした、腕をロックしたから腕が危ないんだよね。腕ですか、うん、まだ腕決まってない、痛みが走っている、肩と首だね今、肩と首。さあそしてさらに力を込める、腕を折りにくる、肩を痛める。20分が経過した、左足がなんとか届きました。ストラングルホールド、ガンバー出してきた。ケインスケにはフルネルソン監獄固め、ボルケーノエラプション、さまざまな技があります。あ、ラリアットチョップで迎撃、わー、ケインスケが行く、ノーザンと
スーパースローは捉えていました。両者ダウン。お互いが得意とするその技を余裕受けました。背後から後頭部になり合った。健介が行く。スリーパー。スリーパースープレックス。なんという角度だ。健介の首。とんでもない落ち方しましたね。危ないね今のもね。先に立つ。拳を握った。この試合を小橋はかつての入場テーマグランドスロードで入ってきた。剛腕振り抜いた。健介に命中。返した。剛腕ラリアット返しました。グランドスロードとは大きな剣、大きな刀、一大決戦、そのテーマで入ってきた。さあ東京ドームで舞うか。小橋健太ムーンサルト。がっちり固めた。健介返します。時間無制限の一本勝負。何時間でもやってくれ。当たり続けてほしい。立ち上がった。小橋が仕込めるか。健介しのげるか。来るぞ。ラリアットブロックした。ハウリング削り耳に当たった。連発、3連発。徹底的に首を狙う。そして今度は来るぞ。さあ後頭部握った。剛腕ラリアット。剛腕は我にあり。ミスターラリアット小橋健太勝利。東京ドームにグランドスロードが流れています。かつての入場テーマ、あの絶対王者誕生の日にあれから封印していたグランドスロード。最後は一大決戦、殿下の宝刀を抜きました。ラリアット23分38秒、世紀の剛腕対決。会場から大小橋コールが起きています。高山さん、どんな時間でしたか？いや、本当退屈する暇がなくてね、すごかったよね。あのチョップの張り合いは異常でしたね。異常だね。嫌だね、ああいうのはね。こんな2人を相手にしたかと思うと本当にゾッとするよ、ね、俺が死にかけるわけだよ。そうですね、大阪で。さあ、そして勝ちました小橋が今意識朦朧の中ロープを使って立ち上がろうとしている。そして健介も今意識を確認しました。小橋健太対佐々木健介、剛腕頂上対決。6万2000がこの世紀の剛腕対決を見ました。最後は右腕振り抜きました。しかしこの健介、チョップの張り合い、そして見事な技を繰り出してまいりました。剛腕と剛腕が握手をしました。世界で一番強い抱擁。そして小橋と健介、その太い強い腕、6万2000人が寄っています。がっちりとその太い腕で握手を交わしました。健介お見事。素晴らしい試合でした。デスティニー宿命の対決、運命の一戦。小橋健太が佐々木健介をラリアットで沈めました。もうこのドームのファンはもう満足してますね。じゃあもうみんなで帰ろうか。いや、もう一つすごいのがあります。まだあるの？伊沢河田があります。もう疲れたよ俺はよ。セミファイナルが終了しました。次はさ、あ、マイクだ、健介マイク。次は奥さんと一緒に出てきてほしいよね。小林選手ありがとう。
そしてノアのファンの皆さん、ありがとうございました。6万2000人がそのマイクに応えました。敗れた健介にも大歓声が送られています。今日は最高に気持ちよかったです。敗れはしましたが、最高に気持ちのいい試合を展開しました佐々木健介。ぎっしり埋まっている東京ドーム、拳を上げました小橋健太。そして放送席、高山選手と佐々木健介選手。そういえば高山選手は去年の8月この健介戦で戦列を離れることになりました。今の握手は、いや今日はさ、散々言ったけどさ、この2人すごいいい試合だったから単純にお疲れ様でした。高山選手が認めました。セミファイナルが終了しています。小林さん、よし、率直に伺います。佐々木健介という男はどんな男でしたか？思った通りだった、思った通り、熱い男だった、今日のこの一戦というのは小林さんにとってどんな一戦ですか？いや、初めてリングで向き合えて本当に良かったです。それも1対1で、本当に素晴らしい男だったです。はい、その小林さんの胸に刻まれた佐々木健介選手のチョップ、いかがでしたか？いや本当に引かない、こっちも引けない、佐々木選手も引けない、この中の戦い本当にゾクゾクするものがあった。小林さん自身やっててゾクゾクするものはあったんですか？あったね、いや熱かった、最後までラリアットこだわりましたね。そうや、やっぱりお互いにあそこまでチョップにこだわ、右腕にこだわったね。絶対もう右腕で倒してやるという気持ちがすごく湧き上がってきて、最後は抱き合ってどんな会話を交わしたんですか？いや本当にありがとうと、今日リングに上がってきた本当に佐々木健介に心から叩かれたことを本当に嬉しく思います。